はい、こんにちは。田中みやびです。私ですね、フリーランスで構成作家、リサーチャー、ライター、翻訳などをやらせていただいているんですけれども、このチャンネルでは私が普段目にしたニュースであるとか、普段の生活から思ったことをどんどん公開していこうというような趣旨のチャンネルになっているんですけれども、そうですね、今回は、 あの総裁選を受けて、えー、率直に思ったことについてお話しさせていただければと思うんですけれどもいやあのー、今回、えー、自民党の新総裁が、えー、石橋、えー、茂さんに、えー、決まったということでまあその彼に決まった 経緯を見ていてい、えー、思ったことがというのも、えー、石橋茂さん、えー、地方から、えー、多くの票、主に東京、えー、をいただいていると。でで特にその高齢者、地方に、えー、住まれている高齢者の方々、まあ、あのご本人が地方創生ということを第一に掲げていらっしゃるので,で、ご本人も鳥取県の、えー鳥取県のまあ、それもあの鳥取の中心部ではないところを出身ということで。 えー、そのような思考、えー、を持たれているということだったんですけどその,そのためにあの地方からの支持が厚いと。で逆に都市部は、えー、全然あん,まりあ,のあんまり支持を得られていないっていうような、えー、ことなんですけれどもまあそれを見て思ったことっていうのが、まあ、まあ散々言われてることかもしれませんが、えー、日本も、えー、正直な話、えー、分断が進んでるんじゃないかなと、えー、私思いました。 えー、そうですね、今はそうですね、えー、一番分断が進んでいるのが世代間の分断だと思うんですよね。あのー、高齢者の方々、えー、シニア世代の方々と、えー、その以下の方々、えー、主に後期高齢者と、えー、その下の世代の方々、えーまあ、特にその50代以下とか、えー、あとそれ以上とか。 まあ60代以下とそれ以上とかえいう方々で間でさらにその深刻な世代間の認識の違いっていうのがあるんじゃないかなと思っています。あのというのもやっぱり日本はあの少子高齢化が進んでおりあの高齢者の数がどんどん増えていっているのでまあその分えなぜ高齢者はえ医療費がえ1割負担なんだっていううな。 声があったりとか、まあ、例えば選挙があるたびにとか今回の総裁選でもそうだったんですけれども日本は高齢者を優遇しすぎるみたいな、まあ、コロナの時もそうでしたねなぜ、えー、患者は高齢者ばかりなのに、えー、ワーキングポプレーション労働者人口がなぜこんなに、えー、労働者世代がなんでこんなに、えー、自粛とかを強いられなければいけないんだみたいな声が出ていて そうですね私もいろいろな感情を持ったしあのその若い方々の言い分もすごい分かるなっていう部分もあります私もその現役ああの働いている世代なんで,そう,です、ね、そういうふうに思うことは、えー、なきにしもあらずではあります、えー、正直な話、えーまあ、ただ僕の周りはあまり高齢者っていうか自分の両親以外に高齢者っていうのがいないので あの実感できないところは正直あったりはするのでまあ,まあ正直そう僕もそう思うと言われてもそんなに強く思うとかあの怒りをあげるとかそういうようなほどではなくそういうふうになってるんだっていうぐらいですねそのうん個人的にはなんですけれどもえあとはそうですね今 都市,都市と地方とのでも分断が進んでるんじゃないかなと思います。あのこれまではその世代間の分断が進んでたと思うんですけれども、今はあのさらにそこに加えて、あの東京都市部、えー、首都圏とそれ以外とか、もっと言うと、えー、三大都市圏、東京、えー、名古屋、大阪、えー、あとはそこに福岡とか、えー、札幌とかも変わってくると思うんですけれども、えー、そこ以外の、えー、都市との 分担もんんでるんじゃなないかなと思っていますやっぱりその今地方が深刻にその人が少ないみたいに言われていまして、あのー、まあ女性を移住させて女性に移住していただいてそれでお金をいくばくか支給するみたいな政策を取ろうとしたらしいんですけれども政府がそれでまあバッシングにあって廃案になったそうなんですけれども最近。まあ、その報道を見るにつけ やっぱりその、まあ、年齢ということに加えて今、えー、体験格差みたいなのとか,、あのー、労,働か労働環境格差みたいなののところからやっぱり、えー、分断っていうものがどんどん進んでるんじゃないかなと思います。あのやっぱり多分僕はあの正直今東京で暮らしてるんですけれども、えー、生まれた町はあの東京のすぐそばなんで <laughs> あのぶっちゃけ 地方の暮らしがどれだけっていうのをどれだけ大変なのかとかどれだけ情報にアクセスできないとかあの労働環境が悪いのかっていうのは全然わからないところがあるんです労働環境が整ってないとかなんでその憶測でしか物事を語れないところがすごい申し訳ないんですけれどもそうですねその情報アクセスであるとか人がいないとか えー、そういう部分での、えー、分断が僕が生まれた、えー、僕が小さい頃より、えー、どんどん進んでるんじゃないかなと思っていてそこら辺はまあええー、日本で一番近い例になってくるとアメリカなんですけどもアメリカがもうやっぱりその 今トランプさんの支持者をトランプさんの支持者っていうのはやっぱりその古き良きアメリカみたいな伝統の農村部であったりとか南部であったりとかあそこら辺はもうあの昔はすごい人種差別が激しい地域であの白人以外認めないみたいな地域だったと思うんですけれどもああいうところあ,ああいった場所からそのトランプさんの支持がすごい多いみたいなところも考えるとまあ今後その えー、日本もそういった、えー、世代間格差に加えて、えー、世代間の、えー、分断に加えて、えー、都市部と、えー、地方との分断っていうのが進んでいくんじゃないかなと思っていてそれがまあ個人的には治安の悪化であるとかいろんな不平不満の、えー、噴出する原因にならないかなっていうふうに私は思っていて、えー、そのためにもまあ 新首相のやられている東京一,一極集中是正っていうのは僕としては必要だとは思いますただそのやり方っていうのはまあいろいろと吟味していかないとただの貴重な空論とか理想論に終わってしまう部分があると思うんで。 そ,うですね、そのやり方っていうものはまあ今後解散総選挙もあると言われていますし、えー、注意していく必要があるかなと思っております。あとですね個人的なここから、えー、思いを話しさせていただきますとあまりにその、まあ、ネットとかで目立つんですけど X であるとか YouTube であるとか,、あのー、なんか高齢者を目の敵にしているような風潮がすごい強いなと思っていてもちろんその、えー、医療費の負担であるとか えー、年金の負担であるとか、えー、そういった部分であのやっぱり今高齢者が今現役世代だった頃は、えーあのー、日本はもう上り調子で、えー、高度経済成長期だったりとかバブルとかだったりそういう世代だったんでな,なんでその、えー、彼らは一度も貧乏を経験していないのに私たち、えー、私あの労働者世代が、えー、貧乏をして彼らを支えなければいけないんだみたいなそういうふうな、えー、気持ちになって。あの いろいろとこう書いてしまったりとか、えー、どういう動画を投稿してしまったりとかそういう気持ちはすごい分かるんですけれども、えー、理解はできるんですけれどもその一方であなたも高齢者になるよっていうことを僕伝えたいんですよねもしそのまま生きることがあそのままその健康で生きることができればあなたも高齢者になるのであの なんというか、いや、気持ちはわかるし、そういう意見は必要だと思うんですよ。そういう意見を表明すること自体は必要です。あの政府に伝えてあるとか、議員に伝えていくとかあの、政策を変えるとか、そういう方向性に動くことは可能なんですけれども、ただ、その,その方々が日本を作ってきたっていうのはもう事実だと思うし、その方々の努力があって、日本の平和が保たれてたり、その安定した生活が保たれている部分もあるから、か一概にこう、 えー、コロナの時も思ったんですけど高齢,者たちに対高齢者の方々に対してこうヘイトを浴びせるようなことってどうなんだろうって思っています。あの言い方ってのはあると思うし、えー、そこに関しては、えー、ちゃんと考えていかないといけないしなんか個人的にはなんですけどなんか絶望鋭く高齢者を批判していた方がいざ高齢者になった時に個人的な感想なんですけれども、えー、逆に今度は若者たちを攻撃しないかなと。 えー、なんか高齢者まえみたいなことは言わないかなとかそういう人にかつて批判していた人ほどなんか自分がその立場になったら、えー、そのふんぞり返ってこう <laughs> 他の人たちを攻撃するみたいな構図にな,んかなりえそうな気がしてしまうんでそこに関してはなんか、うん、すごい危惧しているところはありますしまずんか自分も高齢者になるっていうことを自覚の上でなんか意見を言うんだったら。 えー、そうした方がいいんじゃないかなと、えー、私は思う次第で、えー、ございます、えー。ご視聴いただきましてありがとうございました。えー、このチャンネルが、えー、もし良いと思った方は、えー、高評価、えー、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。えー、それでは。